あ、でもいいとこ行ったじゃん。あれちょっと映らない、映らない、ちょっと更新します。はいはい、検証機体途中から入れられるようだったら入れてね。我々キックオフ？はいはい。なんかキーパーめっちゃアグレッシブ。クワン君、キーパーこんな感じでいいから、アグレッシブ前に出て止めて、うんうん、いやめちゃめちゃ出てるでしょこいつ。はい、そうそう、このターンがねもったいないんですよ。すげえ、これどうすんの。タングル、タングル、レフリー、タングル、ハンドラー、ハンドラー、あー、そのまま、そのまま、そのまま置いて、自己位置大丈夫？ああ。それ指示するのはジョシュア君、はい、アドバイスはいいけど、あ、キーパー出てきたよ、キーパーいい感じじゃん。オッケー、よっしゃ、オッケーオッケー、キーパーはこれが役割だから。え、これなんか逆転してない？4番向き逆転してない？オッケーオッケーオッケー、ピックアップできれば、ピックアップした方がよくない？キーパー、いや、合ってる、合ってない、はい、オッケー、いい、これがキーパーの役割、そうそう、いや、いい、あー、でも足元行った後に見て、いけいけいけ、そう、これですよ、クリア、オッケーオッケー、グッドキーパー、ナイスジョン、止めてねえし、止めてねえし、レフリー、レフリー、スローイン、スローイン、スローイン、プリーズ、レフリー、いや、ノーノー、ピックアップじゃなくて、あ、落ちた、ピックアップ、レッツ、ピックアップ、レッツ、レッツ、ボール、レッツ、ボール、ゴー、ノー、レッツ、ボール、ゴー、ボール、ゴー、あ、さ、うん、さ、あ、触った、な、
あの出せるのからどんどん出していった方がいいよ。あでもいいか、5番があそこにいるのか。今待ってる、指示出してあげて。あ出しちゃった。首振らない。今シグナルやからいいよ。ボタンボタンボタン、ストップスタート。今スローインのシグナル来てる。スローイン始まってない、まだ。相手がタッチしたら抗議して、はい。入った？スローイン入った？あ入りました。はい、ストップスタートを交換して。入ってピックアップ、ピックアップ、ピックアップ。うわっ、そこ始めて、あの落ち着いていこう。いつも通り、いつも通りで負けるんだったら仕方ないから、いつも通りで。なんで？スローインから直接入らないです。あなるほど、オッケーオッケー、分かった。じゃあここから仕切り直して頑張りましょう。よく分かんないけど我々のキックオフでいいのか、まあいいや。分かんないですよ、止められてないんで。レフェリーが止められない。やっぱりこれなんですよ、キックするまでに遅いから相手に詰められるんだよね。荒くてもいいからとにかく前に出さないと。でもそこまで寄りが強いとは思ってなかったけど、これ。見えなくなった。ボール見えない。画像の問題？いや、レディーだから。あ、レディーだから。はい。なんでこれレディーになってんだっけ、今。なんでレディーになってんだっけ。もう前半あと1分ぐらいで終わりそう。え、そんなある？遅い遅い、うん。ちゃんと避けてる、うん、遅いんですよ。そうそう、それはすごく思う。このね、位置を合わせがすごい長いんです。あの強い敵と戦うとそれがよくわかるんだよね。とにかく早く蹴らないとダメだっていうのが。 OK、 結局さ、ボールに絡めるとさ、グズグズの試合なんだよね、こんな感じで。でも落ちてないからいいよ。あと何分？あと2分20秒。あ、じゃあいけるか。
いや、ここまではめっちゃ早いんだよ。OK。でも調整してきたな。あ、自分たちでぶつかんないぶつかんないこれ。あ、ぶつかんない、ぶつかるわ。引っかかってる。どれがずれてる？6番動かない、はい。OK。よし、いける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 。はい。